普通の遊びつけば。もう開くしかないじゃん。あ、カットケース。でもピンクだよ、顔ピンクだよ。顔なんかすごいとこになってんじゃない。いやー、悲しい。財布が寒いよ。皆さんこんにちは。はい、こんばんは。です。今日は一食買い物チャレンジをしたいと思います。買い物ですよ、買い物。いや、良さそうよ。みんな欲しいものありますか？あります。すぐのあの指。指。好きなの指。好きなの指を買いたいの。今日は自分が決めた一食のものしか買っちゃいけませんよ。この色だったら何でも買ってあげます。何でも。だから紫と青らへんに行ったら一食なら買える。なんで好きなの色が欲しいんだよ。でも時間制限も受けさせていただきます。こちらにルーレットを用意しました。15分間15分か10分か5分か3分です。いやいや、30分、3分とか何もかい。みんなうるさいよ。その代わり3店舗行きます。1人1店舗ずつ選んでもらって、選んだ人がルーレットを回してもらいます。そのお店で3人とも入って同じ時間買い物してもらってか構いません。なるほど。お会計は時間に含みません。じゃあ、いけんじゃん、これいけるいける。いけない。色はこちらになります。あ、入れますよ。あ、見たらダメ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 。お前ね、パンは見てる。いや、見てないよ。パパやめて、手入れないで。早い。どうなるか。なあ、撃ったね。これだ、青こい。紫はちょっと。この色の洋服を着てきてください。はい。カオこのまま。カオこのまま行く。カオこのまま。このまま行くか。Moments later。カオちゃんがピンク。せんちゃんが赤。問題はこの方よ。この方よ。いやだって。白。違う違う、紫のロンティーです。白、白にしか見えないよ、それ。紫の買い物できないよ、そんなんじゃん。だってないんだもん、服が。じゃあ向こう着いたらド派手な紫のなんかトレーナーかなんか買って。モールに着きましたよ。はい、左のままですよ。見てよ、ポポが紫になった。お店はまず1個ずつ選んでください。母ちゃん決めてるでしょ。コットトピックっていうアニメショップ屋さんか。あー、そうね、決めてんだ。決まりましたよ。パパがアップルストア、せいちゃんがトイザラスです。なるほど。どこから行きましょう。パパ、せい、パパ、せい。やっぱトイザラスいいんじゃん、ドームアップ的に。いや、アップルストアからでしょ。うわー、じゃあアップルストアに行こう。ましたよ。分数を決めます。15分ゲットしたいよね。3、ちょっと早い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 手に持ったものですよ、3分の間に。いや、俺はやるぜ。でも多分ね、お店の人に頼まなきゃいけないのは無理だと思うから、向こうの置いてある系を探る。よーい、ドン。
それ白じゃん。赤だよ。それ赤。これ紫なの？何？わかんない。普通の赤見つけた？もう赤しかないんだ。はい、パッドケース。でもピンクだよ。そう、ピンクだよ。全然ピンクなんじゃないんだ。紫さん。それ何？あ、それ13だ。せいはケースいる？あ、いや、ケース。テールフリーウィングじゃなかったの？これ13。そこそこない。これ何？エアタグって言って、分かんなくなったものとかを位置情報を教えてくれるやつ。うん、そっちの方がいいじゃない。あ、これをぶら下げるんだ。でもこれピンクじゃない。いいじゃん、これやるのに。あ、OK。 ある。あ、これだ。赤ある。赤がないじゃん。タイムアップ。タイムアップです。はい、今持ってるもの、パパは捨てられませんでした。捨てられませんでした。アップルストアから出てきましたよ。これでいくらだった？300ドルオーバー。しかもなんで俺アップル選んだのに俺だけ何も買えてないんだ。紫だからだと思います。はい、トイザラス。久しぶりじゃない、トイザラスなんて。15。あー、やったー。パパ、入れ物なんてあるの？お、せいがもうすごい体勢に入ってる。よーい、ゴー。こっち赤ちゃん、こっち赤ちゃん、せい。母ちゃん、せいちゃん、せいちゃん。せい、あそこスパイダーマン赤だよ。いらないの？いらないんだって。ベビーヨーダ赤じゃないよ。ベビーヨーダ赤じゃない。ベビーヨーダ赤じゃない。あ、なんだか見つけた。見つけた。せや、赤がない。せや、赤がないよ。それそれオレンジだ。持ってるし。HTV これ赤じゃん。せやベビーベビー。パパ、紫あったよ。せや、赤が持ってた。赤汚ねえぞ。あと3分。え、これほら、母ちゃん。え、これほら、母ちゃん。でんかいきなり。見て、この子ほら、ピンクヘアが素敵な。何それ。昔だったら欲しがったものも、もう全然欲しがらないね。わかんない。残り15秒。そうだね。それか、なんかこれ何？終了です。すごい金額になってたけど大丈夫？結構思ったより行くね。アグレッシブに行ったもんね。最後アニメショップに行きまーす。ママは3分お願いしたい。すごいピンクとかいっぱいあるんだもん。やった。何でも10分、10分、5分、これ何？ほらほらほら。
それオレンジですね。オレンジですね。落ち込んでる。残り4分。大変なことになってるよ。でもう持てない。諦める。もう座り込んだ。顔なんかすごいことになってんじゃない？ちょっと可愛くなくない？で、大丈夫かお前。終了ですか？帰ってきましたよ。すごい量になってますけど。パパすごい疲れてこんなになんか買い物するとは思わなかったから、パパの財布がね。たった23分ですよ。たったの23分。一番大きい。この企画、パパが提案した企画で、移動と時間に制限があったら余裕でしょって言ってたんだよね。アップルストアのバッグをまず出してください。家具っていうやつですね。これをピンクとして良かったのかどうか。もうやっちゃったから、もうさよなら。さよなら。いやらせるというような感じ。どこもあったけど気づかなかった。気づかなかった。気づかなかった。せいちゃんがね、たった3分ですごい金額使っちゃいましたよ。まずこれと同じ。え、この子赤？赤じゃないんじゃないの？オレンジ。あれね、せいちゃん、貴重品結構すぐなくすから、つけてくれたら助かる。そして、すごいよ、3分で取ってきましたよ。どれ？早く出して。ビーツ、スチューディオ、バズ、179。使ってくれよ、これが。うわ、かっこいい。かっこいい。そのカードはいい。本物を見せろ。本物を見せろ。本物を見せろ。わー。パパは？いや、だから何も買えなかった。パパは？早く出して。早く出して。じゃあこのバッグあげるよ。はい。いらない。次は。トイザラスなんて買うものないって言ったのに、いくら使ったよ君たち。パパいるものなんじゃ。待って、待って、ただの私なんかなさそう。見てよパパのこれ。パパもあるの買うもの。パパがどうしても欲しかったものたちです。わー、フォートナイトのダーク。フォートナイト紫なんじゃん。ムーンウォーカー。誰ムーンウォーカーって。これでも誰かわいいですね。誰ムーンウォーカー。誰そのスキン持ってんの。いや俺も持ってないよ。俺もよく分かってないんだ。じゃじゃーん。バーン。表は本当に紫なんだ。うわー、紫だ。かっこいいでしょ。これ本当言ったパパ。まあいいや。じゃあ次、せいちゃん行きましょうか。最初。最初。ちょっとナーフ？いるかなそれ。またナーフ買ったの？次。有名なユーチューバーさんのブラインドボックスです。じゃあちょっと一品に紹介しますか。え？何これ？開ける？これ誰？ディックダスター知らねえのかよ。今ここ読んだでしょ。せーの。誰だこいつは。ダンビダンビダンビ。そしてこの中からなんとこれが出てくる。違う、そういう出し方じゃないの。プチって押して出すの。可愛かったから買った。次、カップヒーヤーです。おはよう。
いいと思う。違うのどうなん？うぅぅぅぅぅぅ。もう一体買ってますからね。カプテンマーブル。たらぁ。これはそれかっこいいわ。せいちゃん以上ですか？まだ。ででもうサービス提供終わったよね。それなんでか。メイクーン。フィギュアに飾るんだよね。そしてカーサーのピンクです。すごいことになってます。かわいいです。でかっ。またぬいぐるみじゃん。次ちょっとなんかわからなかったから買ってみたやつ。何ができるの？は？それだけ？おい、ちょっと無駄だろ。自分もね。は？いや、俺だってこれ飾るよ。ブローノーズって書いてある。それさ、なんかわかる。なんなの？あつ。しかもユニコーンの形結構綺麗ですよ。もうなんか持ってるじゃん。またなんかいいやつかどうかちょっと。まあ、いいんじゃん。許可が出ました。ビューティー3点セットでございます。ストレート、カール、クシ使う。確かにこういうようなちっちゃいやつがあったらいいなと思ってたのは、これが多分高かったんじゃないかなと。カードゲームって書いてある。結構いただきました。次は最後アニメストアです。カホは嬉しい。しょうがない。これはじゃあ一番少ないパパから。まずはジョジョ、九条ジョタロウ。誰それ？ほら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 。裏にはスタンドが書いて、スタンドが書いて、スタンドが書いて。九条ジョタロウシリーズは、あ、もう説明長いわ。パパの、もうはい終わり。はい、次。これですね。え、クマじゃん。シルソー君の T シャツです。ちょっとちっちゃかったかもしれない。ママにあげないとダメかもしれない。ママ、そうね、着るの痛くなさそう。せいちゃん行きましょう。意外と赤かったのよ。あ、そうなの。見つけた。最初、赤つけのパース。もしかしたら私が使うかも。女性用じゃん。いや、でもパリ行くのにちょうどいいかな。アカデミアからステインじゃん。赤、これちょっと微妙だな。もう買っちゃったもんね。はぁ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 。おぉ、かわいい。かわいい。赤月のコーヒーバグですけど、コーヒー飲むんですかね。いつかパパの使わせてもらうかもしれない。借りるかも。いや、けど、いいプロミッション、許可がいるって。いや、私もいや、これ多分使っていい。次。はい。おお、誰これ。またブラインド。コブラカイ、聞いたこともないアニメの究極の無駄遣いでございます。じゃあ開けるよ。これだ。これダイディアーズ。パパ、コブラが出た。コブラカイの出たー。誰？ミゲルディアーズ。コブラカイの方が一番かっこいい。バッグにつけたら。それバッグにつけた。なんなの。最後、かほちゃんです。いきます、最初は。え、いちごのミニバッグ。かわいい。ダンゴンランカっていう漫画。いや、ちょっと待って、使うか、これ。靴下使います。靴下は靴下は使います。多分、ハローキティのブラインドボックス。何がいい？ハローキティでしょう。あ、フェンギン。おー、ピンクのイチゴパーカー。イエーイ。ストロベリーミルク。ストロベリーミルク。100% 可愛いって書いてある。自分の言葉かな。 T シャツ。携帯だ。バスケットの。どうしよう。ちょっとやめて。
とかできるのかな。また何かわかんない。柴犬の T シャツ、これ着るの。はい、着ます。はい、次。はい、着ます。はい、次。ねーこれピアス。可愛くない。マイメロピアス、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。で、次はネズコのリボン。ネズコのリボン絶対使わないでしょ、それ。パパにつけてあげた。いいよ。可愛い。またやろう。色なしとか絶対ダメだよ。色なし。